するしない。みなさんこんにちは、さきです。今日はひなたんの麻雀するしないの企画の一つ、麻雀の匠で登場する麻雀用語を解説していきます。麻雀の匠は麻雀界のトッププレイヤーの思考をすべて皆さんにお届けしようという新たな試みです。今回ご紹介するのは村上純プロをゲストに迎えた第1回目、トーン1曲から出た麻雀用語を解説していきます。はい、わかりやすい。そうですね。で、手出しでいい。あ、もう手出しはしっかりチェックして。そうですね、全部見とかないとなって思いますね。手出し、ハイヤムから積もってきた灰を残して手灰から灰を捨てること。はい、ようやく積もりが出ましたね、うん、そう、よくね、序盤は積もぎりだけ覚える人もいますよね。積もぎり、灰ヤムから積もってきた灰を残さないでそのまま捨てること。基本的には泣かれたくないのでファンパイから。あ、そうですね、まあ、ファンパイと言っても、ファンパイ、役の一つ、特定の字牌を交通や漢字で持つといい牌になる、役牌とも言う。これどうするとか。これは、いえいえいえ、このウーワンのくっつきが非常にメンツとして優秀なので、はい、うん、くっつき、天牌、孤立牌の周囲の牌を積もって立つとなり天牌すること。はい、ビリピン合わせる。これなんかね、2人の現物なんでね、やっぱり今パーンってリーチしたら、そうそう、安定高い牌を切ってるので、まあみんな手なり。いいピンを合わせる、合わせ打ち、前の人が捨てた牌と同じ牌を捨てること。それでは皆さん、また見てくださいね。